どうも皆さんこんにちは、タイタソです。はい、またブラッキーさんに来てます。あ、違う、同じ日でしたいや、ちょっと日本撮りなんですけど、実はですね、なんとブラッキーのスタッフの栗原さんがネパレンシス、ネパールコクワガタの3ラセット組んでいたそうで、河原のブロックに菌床産卵をさせていたそうです。幼虫が見えてるということなので、なんと幼虫が取れるかっていう、私が勝手に数えていくっていうそんなコーナーでございます。ではちょっともうね、やっちゃおうと思いますが、今日もですね、川崎さんにカメラを回していただき、横からスッと栗原さんがアシスタントしていただき、なんて言ったれる尽くせりなんでしょうということで、これ言っちゃっていいですか、グッチ。言っちゃいましょう。はい。言っちゃう。やばい、いる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 。もう、いますね。すごい、4匹いるよ、もう。1、2、3、4。ちょっと待って、メスはちょっと危ないので。まだ、軽くはなってますけど。やばい。うわ、4匹じゃない、5匹だ。うっ。ちょっと待って、こぼれてる。ちょっとこれはこぼれてる。え、待って、ネパレンシスってこんなに産むんですか？産みますよ。ちなみにこれって何セット目ですか？ああ、これは2セット目かな。2セット目、はい、あ、じゃあスプーンでいっちゃいます。はい、じゃあ私こっちに寄せていくんで、じゃあ割っていきます。もうあれだね、私これもネパレンシスって一応コクワガタなんですって。コクワに見えないんですけど、で高級虫なんですよ。てかいるな、やばいな、数やばいな。え、温度管理、常温？常温ではないですね、やっぱり温度管理は20度。20度、まあ温度を上げたり下げたりっていうので、ちょっとスイッチ入れたりとかはするのがありましたけど、ね、なかなかスイッチ入んない。いや、なんか正直なところ、財産卵よりもこの菌床の方が楽じゃないですか？そうですね、楽ですよね。多分産み続けてたんでしょうね。そうですね。うわー、もう多分ね、私結構ざっくりだけど、おそらくもっとすし詰めのようにいる可能性がありますよね。うわー、すげー、幼虫こぼれてる。すごくないですか、これ。いやいや。お祭り、あいやいや。笑うしかないっていうね。何これ。もうなんかさ、あれなんだよ、毎回言うけど、これだけ取れるとありがたみがなくなっちゃうんだよね。当たり前じゃないからね、こんなに。うん、うわー、だってもう、だってこれ、だって書類から、ちょっと書類から、二例からみたいな、もう、入り乱って、いやいや、そう言いますね。いやうわちょっとキモいぐらいいる、かわいいけど、いやちょっとこれやばいっす。これ50は硬いんじゃないって言いたくなるね。メスのポテンシャルやばいな、やべえな、これもうほんとマジでコクワガタだったな。もういや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 、お祭りわっしょっしょいだよこれは。いや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 、ちょっとおかしいですよ、数が。もうなんかもうおかしいよ。すごいね。うわー、まあやっぱこれだと潰すリスクが減るからすごい。うん、そうですね、材よりはね。材よりはいいですね。もうね、こんなことあるあるなんだけど、マジで財やってるとき、大桑の割り出しとかもそうだけど、意外とプチッといっちゃったりするときがあって。ありますね。全然あるから。ちょっと、多分皆さんね、絶対そんな幼虫一匹も殺してないよっていう人はいないと思うからね。こっちにもいる。あ、そっかそっか。ちょっと、恐ろしい。あ、
もう本日無理ね。しっかり食べてますね。食べて。おかしいでしょ、このブロック。まだあと半分ありますけど。じゃあこれの場合言いますかね。まだまだ出てくるかもしれない。ちょっとすいません、すいませんっていうか、何に謝ってんのか分かんなくなってきちゃった。じゃあ結果はちょっとね、後でドーンって見せるけど、うん、やばい。ちょっと一旦ね、回収していただいて、栗原さんに回収していただきつつ、タイタスはあと半分を割っていくわけなんだが、これもだね、ここもですね。いやー、これだの。あのね、息切れしてる。なんならさ、今私オリンピックの選手みたいな気持ちだ。今日本代表だから絶対意味わかんない。あー、ちょっとすごい、これすごい。いやー、すごい。やだ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 。この皮の間に硬いところに密集してるんですね。これはちょっと50匹はいるんじゃないの。今大変な大変な大変なことになっている。取れましたね。取れすぎでしょ。だって私こんなに取れたこと、まず大桑でさえないですもんね。まあ小桑と大桑はまた違うけど。そうですね。あ、でも、うん、多分ね、カスにね、まだいる可能性があるんですよね、症例が。メスが産み続けてるとしたら。あ、いる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 。いました。いましたいました。もう落とすかも。いましたいましたいました。あ、全然いる、あ、全然いるやん。だいぶ後半に産んでくれた感じはありますね。そうなんですよ。まとめてました、今。一生懸命。いや、じゃあちょっとざっとしか割ってってないですけど、結果発表。わーわー、はい、はい、ドドン。これ数える気失せるぐらいいるな。ちょっとざっと数えよう。え、でも55匹ぐらいいますね。ざっとですけどね、今多分ちゃんと飾られてないけど55位です。やばい。2セットで55円ぐらい。あ、待って、2セットじゃない、1セット、これで55円。2回ぐらい組んでるそうなんで100超えです。はい、そのぐらいできます。100は取れたあ、ね、取れますね。1メス100。はい。で、ブロックも半分ずつ、うん、ワンブロック、ワンブロックを半分に切ってやってるんで、なんと経済的です。経済的じゃないですか。ネパレンシさん、ネパールコクワガタだけど、コクワガタの大きさじゃないんで、ただそう、オスはオオクワ並みに多分禁止でかいのじゃないとダメだと思うんで、これ私管理しろって言われたら、ちょっとタエタスの家大変なことになるんですよ。まあこれ私の家で管理するわけじゃないけれど、いや、しかもあれなんですよね、ここにネパルエンシスのオスが今サナギになっていて、パカ、種親は一緒なんですか。種親一緒。まあちょっと小ぶりではあるらしいですけど、もう色ついてるんで羽化間近ですよね。はい、はい、ということで爆散させました。あ、違う違う、ごめん、自分がさせた手になってるけど爆散させましたね。はい、はい。すごい、なんか勝手に人のお店に来てこれ私やったのよみたいな系ですけど、全然私の力じゃないんで、もうこれだけブリードも特化してて虫にも詳しいブラッキーさんのお店に、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。はい、ということでですね、ブラッキーさんの方でこちら、これ1400円のやつと、あとは 800cc の300円も、売ってますので、オリジナル禁止です、あとオリジナルマットもあるんですよね。あ、そうですね、こちらの方に、こういう見てみてください。アンテマットとか、これも評判いいんで、ぜひ使ってみてもらえればなと思います。はい、本当に爆散間違いないし、なんなら成虫もね、大きく育つマジでいい禁止とマットなので、ぜひブラッキーさんに、皆さん遊びに来てください。実はこちら爆散させたネパレンシス幼虫、なんとですね、3頭セット
名様。はい。はい。そうですね。その3等セット1000円。1000円で。はい。はい。もう、大盤振る舞いです。爆散記念で。爆散記念で。はい。で、ブラッキーさんにご来店した際に、合言葉、ブラッキー大好きをですね。まあ、いいですね。ありがとうございます。はい、もう、店長の川崎さん、もしくは栗原さんにですね、お伝えいただければ、タイタソチャンネル見たよ、合言葉、ブラッキー大好きと伝えていただければ、先着5名様、3等セット1000円で、こちらのネパレンシス、なんと禁止カップに入れて、販売してくれるそうなので、タイタソ来店記念ということでですね、はい、タイタソが爆散させたネパレンシス、ちょっと違うけど、ちょっとずれてるけど、まあ、そういうことに。そういうことですね。はい。はい、ということなので、皆さんぜひ、この動画が上がった後にですね、お店に来ていただければと思います。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、この動画がいいよと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてコメント、皆さんね、皆さんというかブラッキーのスタッフさんみんな読んでると思うのでテンション爆上げなコメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。ありがとう。